さあ始まりました。アメリカのネブラスカ州から2人の暇人によりお届けしております。メインパーソナリティのコウスケとシゲさんです。このドルシーリンチというポッドキャストではアメリカ在住の留学生が映画や音楽、趣味のことなどをアメリカのカルチャーを交えつつ好き勝手に喋るだけのドレッシングです。はい、テイク2です。これまあ、ちょっと音楽的なところがちょっとミスってまして、もう一回ちょっと撮っていこうかなっていうふうに思います。はい。で、今回はちょっとしげさんがおらず自分一人で喋るのかなって思ったんですけれども、今ゲストの方を今ちょっとガダーンって音が聞こえたと思うんですけど、ゲストの方をちょっと呼んでその人と一緒に、話していこうかなっていうふうに思います。で、何について話していくかって言いますと、最近結構ありがたいことにインスタの DM の方に、留学に関する質問を結構いただく機会が最近増えまして、でそれの内容が、留学を検討してるんだけれども、留学エージェントに入った方がいいのかっていうことでしたりとか、あと自分が NCN に関しての、YouTube を上げているっていうこともあって NCN についての相談であったり、あと NCN とここの、もう一個、例えば、今回ちょっと紹介するんですけれども HIUC っていう留学のエージェントがあるんですけれども、そことどちらがいいですかとかっていうような、こういった留学エージェントに関する質問を結構最近もらう機会が増えまして、で、自分はそんなに留学エージェント、いろんな留学エージェントに入ってる友達とか別にいたりとかしないですし、あんまり留学エージェントのこと他のことは知らなかったりするんですけれども、その先ほど言いました HIUC っていうところに、を利用して、この大学に来た友達が一人知ってますので、その方と、NCN との比較であったりとか HIUC が一体どういったものなのかっていうことについてちょっと紹介していけたらなっていうふうに思います。それではちょっとゲストの方を紹介したいと思います。緑です。よろしくお願いします。お願いします。テイク2です。テイク2です。そんなに話してなかったもんね。うん、だから大丈夫だとは思うけれども、じゃあまずとりあえず最初に自分の自己紹介をちょっと軽く、どういった経緯できたりとか、何を勉強していたりとかっていうようなことをちょっと軽く喋ってもらえればなというふうに思います。はい、兵庫県出身の緑です。はい、カーニーではエクササイズサイエンスを専攻として副専攻にコーチングを取ってます。でメインはもうほんまにスポーツのことを勉強するだけですね。でここまでに来るまでは、そのコウスケが言ったように HIUC 使って来ましたね。いろいろ迷ったけど、なんか大学行くか迷ったし、HIUC 行くか迷った結果、HIUC に行ってこっちに来て。なるほど。ちなみにそのエクササイズサイエンスってどういったことを勉強してるんですか？自分は怪我した人とか怪我してない人でも、なんかそういうこう自分の体を向上させていきたいとか、健康にしていくとか、ほんまにメンタルからでも強くなっていけるようにとか、ほんまに影のスポーツ選手の影の仕事。日本の学部で一番近いので言うと理学療法になるのかな。またちょっと別。でも理学療法とはまた別かもしれない。もうほんまにスポーツのことしか勉強せえへんから、もうなんか関わるのはスポーツ選手。なんか怪我もスポーツで起こるような怪我とか、スポーツ選手が持ちがちな病気とかに対応して勉強するから、なんかでも実際の治療はまた話が変わってくるでしょ。それはそのアスレチックトレーニングの、そう治療じゃなくて、なんかもう自分と緑が勉強してるのは、怪我してした人とか、もう病院終わった後とか、病院に行くまでに、なんかもう今の自分のスポーツのレベルからもっと上げたい人とか、そういうなんか筋肉面とか、そういう面を勉強する感じ。一応じゃあ卒業するときにその資格とか別にいらないの？資格は取ってもいいし取らなくてもいいって感じ。別になんていうの、絶対取らんと卒業できひんっていうのはない。別にじゃあその PT だったり AT の資格がなきゃダメ、なきゃ卒業できないとかっていうわけではない、全然ない。俺知らなかったんだけどコーチング取ってんだ。コーチング取り始めて1年目2年目かな、1年半ぐらい。コーチングはもう本当にどういうような？コーチングはどっちかっていうと教育に近くて、でなんか授業の内容とかも TE とかが多かったり。そうなんだ。緑が PE より TE ティーチングが多くて、あとはもうほんまにどっちかというとインターンシップが多いかな。なんか自分がそこに行ってもコーチングをするっていう感じ。ほう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 。なんかそのアシスタントとして雇ってもらって、お金もらわれへんけど、インターンから。
その雇ってもらってそこに自分の好きなスポーツで学校のあれスポーツのなんかあれローパーズなんかやってたりする？そうローパーズのバレーボールのアシスタント それはコーチングになるんだ。最初はコーチングで入っててだから前のセメスター前学期はコーチングの授業として行ってたけど、うん、今はもう自分が行きたいから行ってるって感じ。ああそう、うん、あそれは授業の一環だったから一応行ってたんですか。そうそうそう最初はそう。あそうなんだ、うんうんうん、ああ知らんかった知らんかった。で、一応もうコンセメで卒業じゃないですか。そうコンセメで卒業ですね。そう、まあ、緑とはその、来たタイミングが一緒だったんよね、うん、2017年の夏に一緒のタイミングで来て、まあ、それから仲良いっていうのもあって、うん、まあ、言ったらストレートに来た人というか。いやストレートでも1年日本おったし。でも一応4年で卒業。あ、それは4年で卒業。でも一応4年で卒業だよね。っていうのもあって一応今後はどういうプランというか。今後は日本帰って、うん、で次の学校鍼灸師の勉強して、うんうん、そうそう針の勉強して針の勉強して針の学校に入るための勉強して、うん、で入学できたらその次は針の仕事。一応じゃあその、針の学校を卒業した後はどういうプランで行こうとしてるというか。プランはもうバレーボールの関係の仕事の、うん、なんかそういうデスクワークとかじゃなくてバレーボールに関してもうバレーボールを見る見て怪我した人たちをサポートしたり痛いって言ってたらその痛いことを針でこうちょっと和らげてあげるとか。メインはやっぱその針でっていうところなんだ。せやなやっぱ針かな。でスポーツのない怪我とかも勉強してるからなんかメンタルとかももともと好きやしだからまあバレーボールが一番かな。スポーツやったら何でもいいけどでもそれでもバレーボール、まあ、特にバレーが好きっていう、うん、まあ、元々中高やってたんだっけ。小中かな。小中あ、うん、っていうのもあって了解です。そうそうそう。では、まあ、じゃあ今回のちょっと本題に入っていこうかなって思うんだけれども、まあ、緑がその HIUC っていう留学エージェント、うん、正式名称は何だっけ。ヒューマンアカデミーかな。ヒューマンインターナショナルインスチュートね。あそんな感じなんだっけ。ヒューマン日本語で言うとなんだっけ。ヒューマン国際大学機構だよね、うん、の略、うん、をまあ略して HIUC って言って、自分たちのところ自分が入ってるところは NCN 米国大学機構っていうので、まあ、通称 NCN っていうふうにみんなは言ってたりするんですけれども、うちの大学このユニバーシティオブネブラスカとかに UNK って呼ばれるんですけれども、ここに来る日本人は、まあ、大きく分けると3つ2つぐらいありまして、1つがまあエクスチェンジとして短期で1セメ2セメ約1年ぐらい来る人と、あとは4年で卒業する人なんですけれども、この4年卒業する人は、もう8割9割ぐらいが NCN を利用してくるっていうのと、残りの1割から2割ぐらいが、HIUC を利用してくるっていうような感じで、たまにそのエージェントを使わずに来るっていう方もいるんですけれども、基本はもうこの2つに分かれているっていうような感じで、っていうこともあってなのか、まあ、自分がその動画内で HIUC の名前を出したからかなのかは分からないけど、この質問であの HIUC のこと知ってますかとか、 NCN と HIUC の違いどんなところがありますかっていうのが結構来たりするから、じゃあちょっと待っててって来週ちょっとポッドキャスト撮るからそれ聞いてもらっていいっていうので、はい、っていうので今回はちょっと一応3つのセクションに分けて、渡米前、渡米後、卒業後っていう一応3つのセクションに分けて、まあ、どんなサポートの違いだったりとか、メリットデメリットの違いがあるかなっていうのをちょっと喋っていこうと思います、はい、まず、渡米前なんだけど、まあ、俺はまあ大体そのなんか違いというか、うん、なんかそこら辺違うなっていうのは分かったりするんだけど、うん、多分一番違うのはその勉強の面よね、うんうんうん、一番違うと思うよね。 HIUC では一応、うん、まあ、多分さまざまなプランあると思うけど、基本的には、高校卒業後1年間は行かなきゃいけないの。そう選べんねやんか。でもそれも1年間行く子と、うん、高校から入ってくる子もって、現役生、はい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 、現役生もおるし、高校卒業してやっぱり自分の英語力が足りひんとか、うん、そういう子たちは3回入学があるから、もうほんまにアメリカみたいな感じ、春夏秋、うん、で授業料もそれで3回払うからな、一気に払わへんねやんか。あそうなんだ。そうそう。でも緑はなんていうスポーツやったから、うん、また別の話やけど、うん、普通の英語だけで来た子たちは授業料が1回2回3回で、プラスでもうちょっと降りたかったらもう1学期払う、うん、だから1学期1学期授業料とかも違うし、うん、
っていうのとかある。だからもうなんか結構学校に近いよね、うん、そのなんかいわゆる留学エージェントでその留学の、例えばビザの手続きのサポートをしてくれるとかっていうような感じじゃなくて、もう一つの教育機関っていうような感じのイメージが、うん、その方がいいと思う。強いよね。その、うん、ちなみに、まあ、だからどっちみち、高校生で入る人にしても1年ぐらいはだから英語の勉強であったりとかっていうのが基本的な感じだよね、うん、それって、1年間何の勉強をするの？英語だけ？英語だけ。だから月曜から金曜は大体みんな高校生とかやったら学校があるから、うん、オンラインで授業とか課題とかあって、うん、で土日に月に1回とか2回とか会う、うん、先生と会ってとかって感じかな現役生は。うん、俺聞いてなんかすごいなって思ったのが、なんか専攻のこともちょっとやったりするんでしょ？あ、でもものなんていうの、その多分勉強する内容によると思うけど、でも大抵のその普通に触れる授業の内容とかはもうなんかアートとか、うん、ちょっとなんていうのアカデミックに近い感じ、こっちの、はい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 、ほんまにイングリッシュ101とか言っていいんかな、分からへんけど、なんかそういうなんかあるやんか、うん、授業に近い、スピーチ100とか、スピーチの授業に近かったりとか。なんかスポーツに関することとかなんかやったとか言ってなかった？それは、うん、自分が1年間行った時で、だから午前中は英語の勉強、うん、朝から晩までして、うん、で午後はみんなと違うところに行って、うん、解剖学とか心理学とか、うん、筋トレの授業とかして、なんていうの、もっとスポーツなんていうの勉強、スポーツの勉強、うん、ちょっと知識を得てからアメリカに行くみたいな感じ、うんうん、そう、それがいいよねというか、すごいよね、うんうん、よかったよかった。基本的にはいろんな学部があるの？ある、めっちゃある。ヒューマンアカデミー自体はもうなんほんま何でもある、音楽もあるし、だから言った自分たちは英語勉強しに来てるけど、うん、日本語学校もあるし、だからそこのところに、あ、今はもしかしたら違うかも、自分は難波の学校行ってて、難波のとこには同じフロアに韓国人とか、もういろんな人、もうほんまにアメリカ人とかもおったし、でもやっぱアジア系が多かったけど、そういう人たちが日本語の勉強してて、うん、でなんか狭いところで、まあ、自分たち人数が少ないから、うん、だからもう20人とかしかおらへんから、1年間通う人たちは、うん、日本人は、だから端の方で勉強して、もう後の全部はもう外国人みたいな。うーん、そうそうそう。その、専攻の勉強というか、そのアメリカで勉強したいことの、その基礎知識というか、そういう勉強は全部英語なの？うん、日本語は日本語、日本語で日本人の先生たちが来て教えてくれる。やっぱそこが多分 NCN と一番違うところで、 NCN はまずその基礎的な勉強はまず一切しない、そのアメリカの専攻に関するね。あ、そうなんや。っていうことは一切しないし、その高校卒業した後に1年間NCN にいるっていうプログラムは多分 なくはないと思うけど、ほぼない、うん、高校の時に、高校例えば2年とか3年で入って、英語の勉強はあるの。ただ英語の勉強も多分緑が言ってるところよりも全然ひどいというか、全然やったって感じ、うん、そんななんか心の底からよしためになったって胸を張って言えるかって言われると多分ミドルのところの方が多分ちゃんとしてるというか。めっちゃしんどかった正直1年間って言ってたもんね。もうなんか課題もめっちゃ多いし、うん、もうなんかプレゼンとかも、プレゼンの練習とかも、ほんまになんか自分で一から全部調べて、うん、でやったら質問とか聞かれるから答えられへんかったらやり直しみたいなっていうことでしょ。そう、だからなんかそこがもうちゃんと学校なんだなって思って、めっちゃ学校で TOEFL の勉強とかしたことないし、もうほんまに、あ、そうなんだ、うん、ほんまにライティングの授業とかスピーチの授業とか、もうなんか何ノートテイキングの授業、はいはいはい、ノートテイキングの仕方とか、うん、なんかもうほんまに授業やった。トーフル対策みたいな授業なかったの？トーフル対策は冬休みとか夏休みとかの1週間とか、なんか特別期間とかだけあったけど、それ以外はもうトーフルの勉強とかはせずに、うん、もう普通にアメリカに行った時にアメリカで乗り越えれるような勉強とか、まあ、ほんまにそれこそメンタルとかは鍛えさせられたなって思う。そうね、だからそこが多分一番、その勉強、渡米前の勉強面で言うとやっぱ一番違うかなっていうか、まあ、個人的には多分 NCN よりも全然 HIUC の方がそこはすごいいいなというか、うん、強みかもしれんな、そこだけは。トーフル対策も一応あるはあるけど、うん、別にそんなにかなって感じだったから、だからまあその勉強面で言えば多分全然 HIUC の方がいいと思います、うん、でサポートというか、多分渡米前にすることでいうと、その学習面と、あとはあれだよね、ビザとかそういう関係のサポートが多分メインになってくると思うんだけど、うん、その辺はどんな感じだった？その辺は NCN と一緒か分からんけど、まあ、ビザの準備するやんか、うん、あとは自分で自分の推薦書書いたり
そのカーニーに、ああそうだそうだ、そう自分でバーッ英語で2ページぐらいやったかな、自分の推薦書、自分がなんでここに来たいんかとか、なんで勉強したいんか、なんでアメリカがいいんかとかと、あともう一人先生、アメリカ人とカナダ人の先生が何人かおるから、自分たちに教えてください、その先生にもうお願いして自分の推薦書を書いてください、リファレンスね、そうそう、リファレンスをお願いして、なんかそれは見られへんけど、書いてって言ったら書いてくれて、ほんでその人がもう直接事務所の、それなんか封筒みたいなのあるからさ、はいはいはい、それにもう黙って入れて、で自分も書いたやつを入れてとか、とあとは高校に行って、全部英語訳してもらった成績、はいはい、まあまあ、はいはい、とか、あとは在学証明書とかじゃない、はいはいはい、あれとかはどうだった、やったと思うけど、薬注射、ああ、やった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 、保険のやつ、保険っていうか、なんだっけ、全然出てこねえや、母子手帳のやつ、母子手帳、注射の免疫があるかとかやんな、あれもやったやった、でやったな、多分あれよね、結構自分たちでやったでしょ、あれめっちゃでしょ、だから事前にこっち来る前にもう UNK の、インターナショナルオフィスのトップの人と結構メールでやり取りしてた、いやそれはしてない、あそれはしてない、それはなんていうの、もうほんまに全部送るとき、その自分のあれやんか、そのここに行きたいですっていうのを送るときに全部自分がそのワクチンとかも接種終わっとかないとあかんから、証明として、だからもう一斉送信するから全部、なんかそういうのは多分もう書類で済んでたと思う、ここが多分また違うところで、NCN はマジでほぼほぼ向こうがやってくれたというか、やば、そのだから例えば学生、なんだっけ、高校 の, その成績証明書とかを英語にしてもらったりとか、それはもちろん頼んだよ、頼んだけど、例えばじゃあその推薦書を書いたかって言われると書いてないし、あその入学の時になんでそのアメリカの大学に行きたいんですかみたいな作文は書いたけど、日本語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 、それはだから、それはだから NCN の人に知ってもらうためのものっていうような感じだから、カーニーの人じゃない、そう違う、あそうね、だからいわゆるカーニーの人に、英語での作文したりとか、あとリファレンス誰かからもらったりとかっていうことは一切してないし、でビザの手続きとかもうなんだろうね、ここに名前書いてくださいみたいな感じでバーってやってったって感じだから、なんか自分たちで資料をむっちゃ作ってみたいな記憶俺あんまりないんよね、せやん、めっちゃ大変やったって言うよね、あとでもなんか なんやろな、保険とかも全然絶対じゃなかったし、ない時、あれあるやん、 AIS やっていけないって言わせた、保険のめっちゃ高いとか言ったかAIG かな、 AIG かとかも、なんてやろ、絶対入らんでよかったし、だからこっち来た時はもう緑はアメリカの安いやつ入って、こっち あれじゃなくて UNK のやつじゃなくて、そう UNK は、UNK に絶対入らなあかんくなったのは1年前やから、 そうね、その前はもう普通にアメリカの安いインターナショナル用の保険入ってた、それは選べたから、だからなんていう、高いやんそこすごい、そうね、それとかも入りたかったらどうぞみたいな、普通にそうねとか言っちゃったけど、ああそうかそうか、選べるし、じゃあ、まあ、手続きのだから本当にだから NCN は、結構その手続き全体を向こうが手伝ってくれたって感じだから、なんかねそこら辺に関してはあまり苦戦してないっていうのもあるし、あと一番大きいのは結構その斡旋してる会社が多くて、だからまあ保険会社も AIG はそうだったし、 あと例えば携帯の契約をもう事前にできたりとか、マジでできたできた、だから俺日本でしてきたもん、やば、そうっていうのもあったりとか、ベライゾンとかと、そう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 、まあ今そのなんかね大人の事情なのか分かんないけど、そのなんか年々変わってったりとか、なんかそのキャリアが違ったりとかするんだけど、そうとか、あとクレジットカードをこんなの一応あった方がいいですよっていうので、もう事前にその資料を用意して、あ、みんな同じの持っとったな、そうでしょ、うん、っていうのはその NCN がいろいろこうサポートしてくれるというか、こんなのあった方がいいですよ、あんだこんなのいいですよ、いいですよっていうので、結構いろいろこうもう資料を向こうからもらってっていうのが あるから、うん、まあこれをね、アメリカ来てからも基本的にそのね、何でも自分から行動しなきゃいけないっていうのがあるから、そういうのを事前につけ身につけれるっていう面で言ったら HIUC の方がいいのかもしれないけど、そのビザとかもわけわかんないじゃん、難しいな、でしょ、っていう、だからその辺の大切な資料とかを全部やってくれるっていう面で言えば、まあ、NCN もまあいいのかなっていうふうには、思います。で、渡米の時っていつでもいいんだっけ、いやその渡米の日は決まってる、一応そうか、決まってるのか、そう決まってて、でもなんか少ないからさ、やっぱりそう、ね、HIC から行く人が、だからなんていうん、ほんまに成田着くまでチケットも持ってないし、成田のどっかのデスクに行くね、
ほんじゃそのなんか一人の人にあのそのヒューマンアカデミーの何々なんですけどって言って言ったらなんかファイルみたいなくれんねん、はいどうぞみたいな。でそこにそのカーニーね、オモハやかん始めたらなんかオモハ行きのチケットだけ入ってて終わり。だからほんまに怖かった。だってさ初めておったやんか、おったおった、行く日も一緒やったやんか、もう修学旅行生やと思ったもん。あまた人数多いもんね。そうほんで自分ら3人やって、ほんでなんかさポイントポイントにおったやん、その NCN ってさ。そうなんでしょ、あるやん自分らさ何何何みたいな。でも自分らほんまに分かれんからさ、大きい空港から小さいとこに行かなあかんやんか、オモハとかやから、どこ行くみたいな。ほんで着いたらオモハに着いたら着いたでなんていうん、一本遅かったん NCN が、ヒューマンが一本早かったん。あそうだっけ。そうでずっと待っとってんけど、自分ら何で迎えに来られるとかもあんま言われへんねん。バス代払ってみたいな、そのヒューマンからバス代だけ払ってって言われて、払わなあかんやんそりゃ、払うやんか。でも誰が迎えに来るとか分からへんから、なんかそのレンタカーの人にあのバスっていつ来ますかとか言ってほんまにバスなんか来えへんでとか言って、どうすんのみたいな。空港は関係してないからな、あれ大学だからね関係してない。嫌なのになんか言われてないから、何時に来るとかもなかったから、バスはどうやったら乗れるんですかとか、どうやったらカーニーに行けるんですかとか言って、じゃあなんかさ予約ありますかとか言われるやんか。だから全部教えるやん、パスポートとか見せる、いやあなたたちの名前ないけどねみたいな。あそう、まあ、だから本来はでもそうよね。例えばうーんどうなんやろな、エージェントを使っても使わなくても、もし使わない人だったら特に一人で留学そうしてそうしてっていうのが多分本来だと思うんだけども、留学エージェントを利用する、特に俺らのところは結構でかくて、だから来た時なって25人ぐらいいたのかな、ったな、うん、そんぐらい NCN はいてっていう感じで、 NCN の人が中もう空港にいたりとか空港まで来てたりとか、だからもう本当にあんま知らんくて、俺もだからこっち来るとき、そうなんや、うん、だからとりあえずそのデンバー行って、デンバーじゃないか、ダラス、ダラスやな、ダラスか、ダラス行ってオモハ行くで、そっから移動っていうぐらいしか知らんから、うん、そう行ったら人がいてその人についてって、で空港着いたらその NCN の人がいて、うん、じゃあこっち来てください、うん、バス乗りますよってので、バス乗ってここに着いたって感じだから、うん、まあそれを良しとするかっていうのはもう皆さんにお任せします。、うん、まあでも一応そういったようなサポートは NCN はありますよっていうので、うんうんうん、まあ HIUC が別にないかって言われるとそういう感じではないけど、HIUC のあかんとこはほんまに日本人少ないって言われとってやんか、ここ来るまでカーニーはめちゃくちゃ日本人少ないよみたいな言われてて、あやっぱアメリカ行くし、せっかく英語学びに行くねんから、それ日本人少ない環境に行きたいやんかって思って、もう初めましての環境でもなんかここ日本みたいな、そう、ね、なるから、そう日本人しかいない。だからヒューマンの人はなんて他の人からの多分情報とか得ようともしてないから、だからそういうのは、まあ、ちょっと足りてないんじゃないかなと思ったけどな。そうね、じゃあその流れでもちょっと次にその渡米後のそのサポートについてのことをちょっと話そうかな、渡米後、うん、話そうかなって思うんだけど、何があります、渡米後のサポート。いいえ何もない。すごいよねそれ。だから本当にだから HIUC のその理念というかあれ的には、渡米前に渡米後のに必要な力を身につけさせられるというか、身につけるためのなんかそのクラスがあったりとかっていうようなことがメインだよね。うんうんうん、だから渡米後にも規則も別にないし、一個もない。例えばセメスターに1回ミーティングであったりとか、うん、NCN の NCN っていうかそのアドバイザーがいて、その人となんかやり取りしなきゃいけないとかっていうのは別に何もないでしょ。何もない。でしょ。うん、ね、これがちょっと NCN と違うところで、逆に規則って何って感じだったもん。そうだから NCN は一応団体として結構大きいし、まあ、だから生徒のことを一応守らなきゃいけないっていう面で最低限の規則があったりするの。例えば車運転するときも、一定の条件を満たしてないと車は保有できなかったりとか、オフキャンパスっていうのも、とかあと転学かも一定の基準がないとできないっていうのは、まあ、だから転学もなん、転学もそう、そうだから一定の英語のレベルであったりとか、例えば学業がうまくいってないと、例えばオフキャン行ったら、まあ遊んだりとか車あるといろんなところ行けたりとかするから、それで勉強時間が損なわれたりとかっていうのを一応防ぐために最低限の基準が一応設けられてたりとかしたりとか、あとワンセメスターに1回、まあ自分が行ってるところ UNK はもう日本人すっごい多いんで、そのアドバイザーが現地にいてその人と、セメスターに1回ミーティングしてとか、
あとは、まあ、これはこの卒業後の話にちょっとつながってくるんだけど、就職対策のセミナーがあったりとか、あと NCN が、主催してる、あれはなんだ、就活セミナー、企業合同企業説明会みたいなのを日本でやってたりとかっていうのもあって、そう、それはでも俺らマストで参加しなきゃいけなかったりとかっていう、絶対の一応そう卒業までに、だから夏帰ってる間に参加したりとかっていう風に一応しなきゃいけなくてっていうような感じで、 NCN は結構渡米後のサポートもあって、まあ勉まあ、それがだからめちゃくちゃいいかって言われるとそれはまた別の話になってくるけど一応まあそのサポートとしてあるかないかって言われると、 NCN は結構そういう、渡米後も、勉強面であったり生活面の一応サポートはあるかなっていうような感じで、あれはどうなの、就職に関しても特に別に何もない感じ、うん、一個もないでもなんか、逆に前の方がほんまに濃いな、前っていうの来る前の方が、あ、そういうことね、全部だって400トーフルとかさ、大学って4年ってなったら500超えなあかんやんか、うん、そうね、うちの大学はそうだ、ね、そうだから大抵トーフルで考えるから、どこの大学でも合わせるように、だから450超えてなかったら4年生なんか行ったらあかんみたいな、だから逆にみんなコミュニティに行く子たちの方が多くて、あ、そうなんだ、 HIUC は、へー、だからコミュニティカレッジ行ってそこでなんていう、もっと英語力とかつけたりとかしてから編学、転学、はい、編入かな、あの3年からでしょ、そうそうそう、はいはいはい、3年から入るかどうかは自分たち次第、だからヒューマン、特にカーニーに多いのはスポーツの勉強してる子たちがヒューマンが多い、あ、そうね、確かに、そうそう、そういうスポーツとか AT とかってプログラムがあったりするから、1年目でこれ、2年目でこれ、はいはい、3年目でこれとかあるから、1年からおらないとあかんとかが多いから、なんていう、その4年生行っていいよって言われるけど、大抵はみんなコミュニティカレッジ、あ、そうなんだ、もうほんまにスポーツ以外の子はみんなコミュニティカレッジ行った、あ、そうなんだ、逆に多分 NCN 多分ないんじゃないの、この提携先あんのかな、あ、そうなの、基本的にはもう基本的にはというか4年生大学に進学するためのプログラムというか、それだから、そう、コミカレ行ってっていう手段はないかな、こっち来てその ELI、語学学校行って行ってる間に、コミカレに編入とかっていうことは別に、転学とかっていうことは別にできるではできるけど、その NCN のプログラムとしてあるかって言われると多分ないんじゃないかな、コミカレは全部4年生大学だけかな、多分そうなんですよね、だから HIUC 面白いというか、そのね、渡米後のサポートも一切ないっていうのが、まあ、NCN の人間がまあいいなって思う面もあれば、その就活とかでも大変だろうなっていうのはあるから、こっちはだから結構その就活の例えば レジュメ作る手伝いしてくれたりとか、あと就職、面接の手伝いとかも確かあったかなっていうのもあるし、そのまあ合同企業説明会があったりするから、それに参加したりとかっていう、結構その就職面でもサポーターしてくれるから、そこはまあ多分いい面ではあるのかなっていうふうには、そうなんですよ。じゃあ最後に、渡米後じゃない、卒業後か、俺もまだ卒業してないから具体的なことは言えないんだけど一応 NCN は、まあ、縦のつながりが結構あるっていうのもあって、同窓会があったりとか、同窓会そうあったりするらしいよ、やば、そう、あんまり俺も、ま、その卒業してないからどんな感じなのかも知らないし、あれだけど一応なんかそういうのがあったりとかするらしいです、するらしいです、ないでしょ、全くでしょ、他、他の大学の人とかとは仲良かったりするとか、あと上の代下の代知ってる人いたりする、他の大学は俺もあんま知らないけど、上の代下の代で知ってるって言ってもやっぱスポーツ関係しか分からへんから、でも俺も今思ったけど、確かに上の代下の代の子もそうだけど、そのなんかスポーツ関係多いなってのが、スポーツイコール HIUC って感じかな、あ、そうなんだ、結構だから誰やったっけ、ちょっと名前分からへんけど、下の子でコンピュータサイエンス勉強してる子とか、ヒューマンから来たって聞いて、レアやなって思ったもん、じゃあ多分一番最初によく、その例えば多分検索エンジンで調べるときはスポーツ留学みたいな感じで調べたらヒットする感じなのかな、多分そうじゃない、スポーツに関しては多分一番強いんじゃない、
NC 論に関しては多分結構みんなするのが、航空学とかパイロット留学って調べたら NC 論が上の方にバーンって出てくるから。そうなんや。そうだから UNK に来る人は、あのエビエーションが多くて、航空学が最近ちょっとそれが問題になってるんだけどねプログラム上の問題でねそう、それはあの前に、雄大さんっていう方と一緒に、ポッドキャスト撮ったんですけど、その方から最近また連絡があって、ちょっとコウスケ聞いてくれる愚痴になるんだけどみたいな感じでそのまあエビエーション UNK のエビエーションのプログラムと NCN に関してのことをちょっといろいろ話してて、まあ、もっと今回ちょっと結構言葉を選んで喋ってるっていうのは毎回あるんですけどNCN に関しては、はい、まあ、最後にちょっと軽くそのメリットデメリットだけ軽くまとめると、多分お互いに言えることがその情報があんまり共有されないというか、その例えば日本にいた時に先輩の話を聞く機会なんてなかったでしょ、現地にいる。あった、一人だけ来てた、ニューヨークの大学に行った人が、それは卒業生、うん、そのヒューマン卒業した人とか。でもなんかそういう意味ではスポーツは英語だけの子じゃなくて、スポーツに入ってるとなんかコネクションはできる、うん、なんかソフトバンクの野球、あれやんか、ほうほうほう、野球のソフトバンクのトレーナーの人が来てくれたりとか、そういうなんていうやろ、スポーツに関しては結構強みはあると思う、うん、どうやってその現、留学前に現地の情報を知った。なその人はニューヨークやったけど、来てくれて、なんか夏休みかなんかで来てくれて、うん、なんかこういう勉強した方がいいよとか、こういう勉強していくよとか、 あとはなんかアメリカにもあるディビジョン1とか2とかそういう違いは知ってた方がいいよとか、うん、自分の学校がどういうレベルなのかとか、うん、でやっぱそのスポーツの勉強のなんていうの、こうスポーツに入った時にこう怪我のレベルとかも変わってくるから、うん、そういうのでもなんか知ってた方がいいんじゃないとかで教えてくれた先輩をおった。じゃあ UNK とかカーニーについてなんか事前に情報あった？いや、それは全くなかったっていうところなんだよね。いや、NCN もそうで。あ、そうなんや。だからね、別に俺が例えばこうやって今情報発信してるっていうのもあるし、別にね、人前で喋ったりとかっていうのは別に全然ねできるしっていうのもあるし、うん、NCN の例えばアドバイザーが年に1回例えばその NCN、UNK の変化であったりとか、あとそのメジャーに関することはその生徒が一番知ってるわけじゃん、うん、そういった人たちの情報を集めて、それを日本事務局に別に送ればいいだけだし、だからに俺が別に NCN 日本にいて飛べ前にね、うん、の時は現地学生と例えばじゃあつながれる時があっても別にいいわけだし、例えば現地学生が、UNK はこんなところでこんなところでって、で質問何かありますかっていう、そういうコーナーを別に1時間ぐらい合宿の時であったりとか、なんか別に設けてもいいのに、そのなんかね現地の情報が全く来ないというか。確かにね、んいやもうちょっとできることあるだろうとか思うんだけど、だから特に今回もエビエーションが今ちょっとそのプログラマーとして結構今ぐっちゃぐちゃで、あ、そうなんや。そうで、そのぐっちゃぐちゃな上に NCN がまたなんか余計なこと、こんなこと言っていいのかなNCN が結構まあ嘘というか、間違った情報を発信してたりとかしてるの。 NCN から NCN がそのエビエーション、今の UNK のエビエーションの現状のことを今の学生に、だから20、今年来る子だから21期生になるかの子たちに間違った形で情報を提供してるの。やばいやんそれ。でその NCN の21期生からすると、しかもその間違った情報っていうのがどっちかというといい面なの。例えばだよ、これは、UNK に来れば、週に、めっちゃフライトできるよとか、はい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 、うん、っていうような状況を今出してるんだけど、現時点では結構そのフライトできないような状況だったりとか、今結構ぐちゃぐちゃしてるからっていうような、このなんかね、情報の共有の面でね、ちょっともうちょっと改善してほしいなっていうのは。それは嫌やな。でもっていうのがあって、まあいい、まあ、先ほど結構いろいろ喋ってたんで、いい面悪い面で言うと、まあ NCN、ヒューマンは結構そのあれだよね、渡米前のサポートが結構あって、特にその勉強っていう英語と勉強の面では結構熱くて、でまあちょっとビザとかの手続きは多分 NCN に比べると大変かもしれないけど、そのまあ渡米前は結構ちゃんとしてて、逆にその渡米後のサポートっていうことはもうほぼなくて、ほぼほぼない。奨学金が、あ、そうだ、それ話さなきゃ。あ、もらえるんやみたいな感じ。あ、それもちゃんと言われへんし、うん、なんか奨学金とかも知らんかったし、自分は、うん、なんかいつも減るなみたいな授業料から減るなみたいな感じで思ってて、でその同じヒューマンのこと喋ったら、でもなんか2年目までって聞いててみたいな、みんな。だからでもそうやってけど、普通に4年目経っても授業料の
まあでも言うたら7000ドルが授業料としたら例えばで、うんうん、でもオンライン抜きなの、オンラインは絶対入れへんから、で7000ドルやとしたら、うん、1500とかもほんまにぐらい引かれるってこと、引かれる、うんうんうん、でも結構でかいし、それでも、まあそうね、確かにないよりかは、うん、俺らもその奨学金ってそれはでもあれだよね、単数によって変わってくるよね、そう、うん、毎回変わるそれは、うん、自分たちの NCN の方も奨学金出るんですけど、これは単数によって変わってくるので、一概にこういくらっていうのがあまりこう言えないっていうのはあるんですけど、うん、まあ一応両方とも奨学金は出るっていうのは、まあ、NCN に関してはこの奨学金のシステムちょっとだけ難しくて、正確には NCN 側からもらってるっていう形ではないんだよね、正確には。ということで UNK からもらってるってこと？インステイト、アウトオブステイトあるでしょ、うん、あのお金のシステムね、うんうんうん、普通の留学生はアウトオブステイトでお金支払わなきゃいけないんだけど、うん、NCN の生徒はインステイトで払ってるんだけど確か、だからそこの差額分が一応奨学金っていう風な形だから、多分その NCN がいろいろ手続きしてくれてるんだと思うけど、それを一応奨学金っていう風な形で言ってて、まあ、これはちょっと話すと難しくなってくるから難しいなあれだけど、税金とかも変わってくるもんな、そうね、だから、そうですね、で渡米後で言うとその HIUC はほぼほぼなくて、 NCN で言うと、うん、まあいい面も悪い面もあるけれども、一応サポートがあって規則があって、うん、で就職活動であったりとか卒業後の同窓会であったりとかっていうのは、そういうような縦と横のつながりもあるし、就職面でも結構いろいろサポートしてくれますっていうような感じが NCN と HIUC の違いっていうような感じになりますかね。うん、なんか他にこれだけ言っとかなきゃみたいなことあったりします？でもヒューマンは結構コミュニティカレッジを推してるっていうのだけは分かった方がいいかもしれない。あ、うん、コミュニティカレッジを推してて、あとあれだよね、スポーツ関係、スポーツ関係ってなるとやっぱり4年生は行った方がいいんじゃないって言われるけど、でもそうじゃない限りはもうほんまにみんなコミュニティカレッジ、あ、そうなんだ、ほとんどが。逆に NCN はもうコミュニティカレッジがほぼほぼなくて、ほぼほぼっていうか多分ないのかな。で、4年生の大学で、特に、航空学を強く推してるような、うん、一応留学エージェント、留学機関、大学留学機関になっております。はい、そんな感じですかね。なんか留学生に一言みたいなあったりする？留学生に一言次来る留学生に一言とか、あと、HIUC の子に向けてとか、なんやろ、特にカーニー、多分またカーニーにも多分来るのかな、来るだろうし、多分確かに毎年その1、2名、3名ぐらいしか来ないけど、うーん、一言なんかあったりします？頑張ってください。ですよね、やっぱそうなりますよね、はい、楽しんでください。はい、てな感じで、じゃあまあちょっとエンディングの方に行きたいと思います。はい、どんな感じでした、今回喋ってみて。めっちゃ楽しかった。なんか最初はめっちゃ緊張してて、最後の辺は、もうなんか最初5分ぐらいしたらもう普通にいつも通りのような感じで喋ってたから、うん、いい感じだったと思います。まあこんな感じでいつもやっております。で、来週は、そうだ、来週だ、来週がこれめっちゃ楽しみなんですよ。何を？これ毎週木曜、今回は今週2本上げてるんだよね。木曜日に今この喋ってるのを上げるのと、火曜日にアジアンヘイトクライム、最近ニュースで多いでしょ、それについて喋ってることを上げてて、で来週も多分2本、1本か2本上げるんだけど、そのうちの1本がすごいんで、ちょっと楽しみにしていてください。内緒なんやそれは。楽しみにしていてください。ある方と多分コラボできると思うんで、ちょっとまあ楽しみにしておいてください。まあてな感じで、今回は HIUC と NCN の留学エージェントの違いについていろいろ喋っていきました。もし何か質問のある方はぜひ私の方に DM を送ってください。てな感じで、今回はエピソード19ですね、を終わりたいと思います。それでは皆さん、次回のポッドキャストも楽しみにしていてください。それでは皆さん、さようなら。さようなら、ありがとうございました。ありがとうございました。